背中に羽が生えたみたい。どこへでも飛んでいけそうだね。この手にあるのは自由かな。情報あふれるこの街で豊かさその影隠された。衰えゆくものは何。ママのお腹の中のようなぬくもりは過去に忘れ去ったもの。忘れないように、昔も今もこれからもずっと大切なもの。目と目合わせて、あなたから微笑んで見せて、この肌が伝えるぬくもりは優しさも悲しみも分けあげる。気づけば別の自分作ってた。それは自分守るためだったね。壁作って一人ここ遊び、光に群がる虫のように、うつろな目が映し出す世界は何色だろう。大きな変化を望んでるわけじゃないの。あなたの手作りが欲しい。はぐれないように、もっともっと近づいて、もっと名前呼んで、あなたと作る未来へとつながってゆく。この温かいものを求めて、私はここに来たんだろう。忘れないように、昔も今もこれからもずっと大切なもの。目と目合わせて、あなたから微笑んで見せて、この肌が伝えるぬくもりは優しさも悲しみも分けあげる。フェイス2フェイスでした。ありがとうございます。さあ、今週も始まりましたクラブパレディア。この番組は、ご覧になっていただいたアーティストの皆さんと共に、皆さんに笑顔をハンドメイドしようという番組でございます。はい。あれ、北野義則とみたいな。あ、そうやった。アーティスト北野義則とや。南ゆりが本日お越しいただいたゲストと共にやな、皆さんに笑顔をハンドメイドしようという番組でございました。はい、リホッケーです。はい、リホッケーです。今週も素敵な歌はもちろんのこと、たくさん楽しいコーナーが用意してますので、お時間許す限りごゆっくりしていってください。お願いします。それでは早速本日のゲスト紹介してください。はい、本日のゲストはこちらから大岡さん、はい、佐藤智美さん、はい、長谷川真美さん、モスリンさんです。お願いします。いやいやいや、早速皆さんに一言ずつ、自己紹介を、していただきたいと思います。大岡ちゃんからいこうかな。はい、どこ見ればいいのかな。ファンタジーポップシンガーの岡です。今月で1年と1ヶ月にアーティスト活動を始めてなりました。まだまだ未熟者ですが、よろしくお願いします。はじめまして、佐藤智美です。熊本から2年前に出てきました。よくわからない系テクノポップで iPod と一緒に活動しています。よろしくお願いします。お願いします。初登場。はい、はい、どうもこんばんは、シ
ンガーソングライターの長谷川真由美です、ピアノ弾き語りをしてます。ちょっとアップすぎませんか。ちょっとやめて。大丈夫だよ、永遠の23歳。大丈夫だよ。よろしくお願いします。逃げたね。はい、花笛演奏家のモスリンです。今日はちょっとこんなもん持ってきてます。これちょっと新しい CD なんですけど、この方と一緒に作りまして、中にコーラス、ギター、花笛で入っております。欲しい方は何枚かありますので、また懸賞品にしちゃうか。よかったら出しますので。マジで言ってるんですか。キーワードはすごい。キーワードは何にしよう。とりあえず俺1枚買う。これね、桃。岩崎桃子さんっていうんで。え、まだいいですか。いいですよ。ね、4枚ほどございます。うわ、すげえ。ひらがなで桃美か。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 美か。美か。美か。じゃあ、今日のじゃああれにしようか。いや、だからじゃあちょいちょい出していきましょう。じゃあ。わかりました。はい。そうですね。ちょいちょい出していきましょうか。皆さんが最後まで見てくれるように、じゃあちょい出していきたい。ロングラウンド、次回のモスリンさんが来られるまでちょいちょい出していきたい。一枚ずつ。はい、今日はこのメンバーでお送りしたいと思います。じゃあ早速、皆さんにもライブ聞かせていただきましょうか。誰からいきますか。今ちょっと順番決めといてもらっていいですか。そうですね。すんなりいくのはやっぱオケからかな。オケからいく。ぜひ、初登場。あ、じゃあもう初登場から行ってもらいましょうか。マイクしてるんで。そう、あ、そうしましょうか。かわいい。じゃあ早速、じゃあお願いしていいでしょうか。はい。2曲お願いします。はい。今日も最初から2曲ずつ行きたいと思います。どれだっけ。ももみか、そうそうね。じゃあ今日は何、これ今日は 1枚。今日は1枚、プレゼントということで。そうですよね。いや、てるちゃんの腹積もりだよね、きっとね。あ、やっぱ今日やっぱやめた。お、すごいすごい、みんなもう来てるよ。あ、ありがとうございます。今日のパルヘジアテーマはですね、はい、あなたの好きなアイスクリームはっていうことで皆さんにお聞きしたいと思うので、ぜひぜひこの TV に書き込んでもらって、ゲストの皆さんもアイスクリーム考えておいてください。ちなみに農家さんは好きなアイスとかあります？アイスクリーム、チョコレートが好きです。一緒よ。一緒一緒一緒。クッキー&クリームとか。あー、いいね。ハゲダチね。確かに。そう、ハーゲンダッツ、博士太郎さんと他2人回答しました。でかっ。コメントだけプリントしてあるんで、はい、ダントツの1位が白熊です。あ、そうやね。すごい時間差です。食べました。なぜか、鹿児島率が高い。白熊アイスリストが始まったのに、ちょっとタイミングはずに僕は食べられない。白熊は意外とアイスまんじゅう、アイスまんじゅう、こんなでかいの。白熊アイス知ってる？白熊アイスって知ってる？知ってます。今日めちゃ美味しかったで。これ皆さんみんな美味しいって言うんですけど、食べたことなくて。甘くてね、牛乳やな。へぇ、白いあのパッケージですよね、こういう。そうそうそう、まあ、懐かしい感じ。そのハーゲンダッツについてコメントが来てるんで読ませてもらいます。ハーゲンダッツについて、はい、ハーゲンダッツについてコメントが来てる。はい、ハーゲンダッツの話でと。はいはい、いいですか。いいですよ。レディーボンデンは子供の頃クリスマスの時に食べてたような気がします。31は、中学か、高校、あ、31いますね。みなみさん、おたく知らないかもしれないけど、31いますね。みなさん、みなちゃんにはバスケンロビンスって言わないと通じないんです。31ね、31いますね。今日勉強しましたね。31は中学か高校の時に初めて食べてめっちゃ美味しかった。で、ハーゲンダッツはつい最近の感覚です。共通しているのはメーカーにかかわらずバニラが好き。これは博士さんのコメントですね。もう今呼んでもらったから31しか入ってけえよ。やってしまいましたね。これちょっと1ヶ月ぐらい引っ張っていきたいと思います。やめてください。この間の歌詞忘れたっていうのそろそろ薄れてきた。じゃあ今度31行こうね。ね、今度31ぜひ行っていただきたい。なんかその後中学か高校って書いてあったから31歳って意味かなっていう感じで。そういう言い訳はいらないね。はい、じゃあそんな感じで今日もパルヘジア始まります。はい、それではセッティングは OK ですか？ OK です。はい、ライブの方に参りたいと思います。まずトップバッターは佐藤智美さんです。お願いします。
抹茶。どうぞどうぞ。ああ、抹茶。美味しいですよね。抹茶好きです。抹茶系大好きです。ベース、うん、ベースは昔からベースですか？最初から昔からベースでギターじゃなくてベースでも、はい、なんでまたベースに？じゃんけんに負けました。あー、やっぱりそんな感じからなんかもう小さいですよね、体ね、はい、ベース持ってたらえらいベース世界やけどねえ、あ、そうなんだ。もともとじゃあベースで始めて、はい、バンドでしたね。もともとはバンドでした。4ピースで3ピース3ピースでどんな曲やってたりしました？カバーとかされてましたか？カバーはやってないです。オリジナルで？オリジナルです。へー、ってことは作詞作曲をされてたってことですか？一応今のオケはご自分で、はい、自分で作ってます。すごい。今はあえてオケを流しながら一人でやってると。メンバーは他にも、そしたらまた集めようかなっていうような感じはあるんですか？今のところは、あ、そうなんですか。 iPod です。ちなみに尊敬する先輩を聞かせてもらっていいですか？先輩ですか、はい、あ、D作さんですね。 D作さん、あの D 作さん、ベーシストね。あの鹿児島で有名なあのベーシスト、かの有名な、あのコレステローラーで有名な、ブイブイ言わせてたそこはあまりピンとけないそこは通じないでね。 D 作さんには部室でベースを教えてもらったとか、ベースだけですか？D ザクさんね、結構ちょいちょいおっさん出てきてるD ザクさんが、D ザクさんが部室でベースを教えてる姿が想像できないっていうか、あー、そうなんですね。いや、D ザクさん今いないんで、あの好き放題言ってくださいね。あの今まだいない、ね、これはアーカイブ残んないそこはね、残らない。大学の先輩ですね。すごいね。すごい。大学で鹿児島行ってる。あ、そうなんですね。そうです、はい。うん、あ、じゃあご出身は熊本。熊本って、ね、あ、うん、なるほど。そうですか。はい、いや、D作さん、僕はお会いしたことないんですけど、すごくお世話になってるんですよ。あ、そうなんですね。どんな方ですか？優しいですよ、鹿児島弁で。無難なとこ言いますね。いや、あの後でちょっといろいろ聞きたい感じですよ。聞き出していきましょうか。セッティングは OK ですかね？おっしゃ、じゃあ行きましょうか。それでは、お次は大川さんです。お願いします。
自分を映す水面に少女は自ら飲み込まれ深くて暗い闇の中私が私に言うの愛はどこなの優しさはどこに仮面の下に隠したものは愛することと優しさと心注ぎ自分を見せて二人は出会い画面は外れたさあ忘れないでね愛することの大切さを忘れ自分は嘘のままで仮面を捨てろ全てを捨てた時あなたは変わる忘れないでね忘れないでね二人の絆よ長谷川さん、セッティングお願いします。お願いします。あ、やっとダンスが見れましたよね。久しぶりやね。蹴りそうだと思って、ね、ね、交通事故にあったってこと。そうそう、そうだね。それをチラッと俺も聞いたんやけど。あ、でも全然荷物があったおかげで、うん、吹っ飛んだんですけど。車と自転車で、自転車で運転してたら車がドーンと来てで、吹っ飛んで、うん、でも荷物がこっちに肩かけてたんですよ、うん、その荷物がクッションになってくれて、こっち打撲だけで済んで。どこ、車道かなんか走ってたの？いや、もうすごい狭い道を走ってて、住宅街を結構すごいスピードで車が来て、で、見てた人もちょっとあれは早かったよね。そうなんや。そうなんです。無事で、それは無事よかった。命があっただけ、そう、よかったと思って。そうなんです。1ヶ月歌休ませてもらってて、今、あ、そう、今、まあ、リハビリで、うん、はあ、体は全然大丈夫です。まあ、持ってたもんね。もうピンピンしてます。まあ、よかったね、それね。ご心配おかけしました。そうそう、チラッと聞いてたんやけどさ、どないしてんのやろなって、交通事故あったらしいでって言って、つって。そうなんです、ありがとうございます、本当に元気です。元気で何よりです。後半またね、歌ってもらうけど、その時にちょっと、痛とか言い出したんで。大丈夫です。ね、まだちょっと、つって。辛いですとか言って、ね、いや久しぶりに聞かせてもらいました。セッティングはよろしいでしょうか。
いて長谷川真美さんです。お願いします。お願いします。はい、長谷川真美です。よろしくお願いします。ご挨拶代わりにテーマの曲いきます。聴いてください。小さな手。小さな手が握りしめる希望が私の道を照らし出す。君の存在来てくれてありがとう。ずっとずっと待ち焦がれていたんだよ。いつかいつの日にか君が光を手でした。ピアノの返しもうちょっともらっていいですか。じゃあ、次の曲も定番の曲いきます。屋根裏さんに捧げます。聴いてください。月
ありがとうございました。じゃあ続いてもお手伝いさせてもらいます。これださあさあさあ今日もライブがねメインですからね。たっぷりです。たっぷりいきますよ。はい、今日のテーマが、はい、好きなアイスクリーム。佐藤智美さんは好きなアイスクリームですか？はい、好きなアイス、バニラです。やっぱそうですよね。一番定番。じゃあ俺もじゃあ俺も佐藤さんはチョコレート。え、白クマとかって声は出ない。そうそう、今ね、今俺もちょっと思って。熊本だとブラックモンブランとか出ないかな。何それ。九州はブラック、こっちにあると思ったんですけど。え、何ですか？ブラックモンブラン。ブラックモンブランってあの棒に刺さったアイスで、
バニラの後で買ってきてあげるからそこで売ってるから、ね、そこで売ってるやつ。 D サクさん、 D サクさん、 D サクさん、アイスがバニラのやつで、 あの全然説明できてないチョコクランキーみたいなのが、うん、こうコーティングしたら、リサクさん、後輩来てますよ、頑張ってますよ。すいません、いい先輩だって言ってました、リサクさんのことね。はいよ、言ってました。そう、あのポエムのショコラも先週お話ししました。ポエムのショコラも、じゃあ、はい、最初は、はい、あ、まあ、後にしましょう。行きましょう。はい、今日は花笛のお客様もいらしてるので、お花笛を最初の2曲は中心に合格です。これも夏の定番曲なので、ちょっとある程度の年齢の方なら知ってる人が多いかな。サマータイム、OK です。夏になるといつも反戦歌を歌い始めているんですけれども、この歌ももう何十年歌ってるんだろうなと言いつつ、あの歌の活動を再開したのが10年ちょっとですから、それ以前は数十年前だったんです。ちょうど1週間後、川越のジャミンというライブハウスでライブをしようとしていたら、ちょうどテレビがつきました。そこで女の子が1人、お母さん、お母さんって泣きながら探してる、そんな映像が急に流れてきまして、慌てて画像を止めてもらいました。その時からこの曲がずっと頭を、駆け巡ってました。ちょっとシチュエーションは違うんですけど、そんな曲をお送りしたいと思います。
トウキビ畑をお送りいたしました。おすみさんでした。ありがとう。さあ、じゃあ今週もコーナー行きましょうか。はい、はい、あなたのことをもっと知りたい。あれ遅いな。遅い。忘れてた。ひなゆりのドキドキ心理テストコーナー始まります。博さん忘れてたんじゃん。そりゃそうだ。忙しかった。はい、TA の皆さんもぜひ。はい、ぜひお答えください。では、いきます。第1問。これ、あ、そうですね。あ、ちょっと待ってね。はい、書いていただきますね。で、今日はじゃあちょっと変則的な感じで1問目に1つ答えが書くことがあるんですけど、これは1枚の紙に書いていただきます。はい、そう、答えを絵心満載で書いてください。そう、足りてない。はい、それではあなたは川岸にいます。てる、うん、向こう側に渡り、向こう岸に渡りたいなと思っています。そこに船が一艘来ました。船頭さんが一人乗っています。まず質問1、船に乗せてくれる代わりに船頭さんがあなたの持ち物を欲しいと言っています。それは何でしょう。 A 靴じゃない、 A 服B 靴 C 帽子。そして質問2、川のど真ん中であなたは船底に穴が開いているのを発見しました。どうしますか。 A 穴を塞ごうとする、 B 船から降りて泳いで渡る、 C 船頭さんに早く漕ぐようにお願いする。質問3、あれ、ないですね、すいません。いいよ、書いてないですね、ごめんなさい、まず質問3、さあやっと向こう岸に着きましたよ、そこで一言なんて言いますか。はい、はい、はい、とりあえず1個目から
はい、まず質問1。船に乗せてくれる代わりに船頭さんがあなたの持ち物欲しいと言っています。それは何でしょう。で、2番が、穴を見つけてどうするかやな。するかです。それも選択、選択肢あるんですよ、はい、すみません。ちょっともう一回その説明を、はい、A、穴を塞ごうとする。穴を塞ごうとする、はい。B、船から降りて泳いで渡る、うん。C、船頭さんに早く漕ぐようにお願いする。もう一回お願いします、はい、A、穴を塞ごうとする、はいはい、B、船から降りて泳いで渡る。C、船頭さんに早く漕ぐようにお願いする。わかるでしょでも。A、穴を塞ごうとする。 B、船から降りて泳いで渡る。 C、船頭さんに早く漕ぐようにお願いする。それでは質問さんは、さあやっと向こう岸に着きましたよ、そこで一言なんて言いますか。これはフリー回答です。あ、すいません。あ、何か入ってた。あ、映してもらえますかね。存分に絵心を皆さん発揮してください。それ先に言ってくれる代わりに船頭さんがあなたの持ち物を欲しいと言っています。それは何でしょうか。 A、 服、 B、 靴、 C、 帽子です。マミちゃん結構絵うまいって大体みんな言ってる。言ってる。言ってます。ありがとうございます。皆さん悩んでますね。これ本当に絵描かなきゃいけないですか。え、どうしよう。私本当に描けないんですけど。こんなもんで描いてる人いるんだから大丈夫だよ。でもこれよりひどいと思いますよ。なんでついてなんでやねん。なんでついてなんでやねん。人から A の服取っといて穴は開いてるわ。なんでやねん。ポイニクさんお疲れ様、大変でしたね。お船頭さんにねぎらう感じです。萌えさん着いた。はじこどんさん、ふう、お、結構あれですね、あの選択肢も分かれてますね。これすごいね、難しいね。やっぱストーリー性のある。ストーリー性のある。うんうん。2A。だからマミちゃん4コマ漫画風になる。無理だし。本当に無理なんですよ。よく見てみなさいよ。だってこれだって可愛い、可愛い。女の子の格上。いや、もう…どうしよう。マジか。何も…これ女の子試されますよ、皆さん。寝心ないな。寝心試されますよ。どうしよう…めっちゃ美術だけは成績悪かったんだよな、これ。美術のセンスじゃないと思う。これ何のセンスですか。何なの。何のセンスですか。表現力かな。あ、やばい、アーティストに対して。あ、表現力か。いや、それはもう当たってると思うで。そこは存分に求められる。求められると。マミちゃんの表現力を。無理やん。どうしよう。マイナスな表現力っていうのもあるじゃない。逆に言ってる感じの。なんか新しい方ですね。シャッと見せシャッ、はい、キャンスキャンサネさん。キャンサネさん。ああ、どうもどうも。はじめまして。ありがとうございます。トッキーさん、この方も初めてですね。ありがとうございます。さん、助かった。帰り方考えようと。わかるでしょ、見れば。え、2番を…あ、そういうことか。あ3番も絵なんです。すごいことになってそろそろ大丈夫ですか。それではせーので出していただきます。せーの、ドン。お、皆様個性的で。なるほど、個性的でいらっしゃる。そう、大川さんは靴、あ、亜美さんは靴、うん、頑張ってるよ。あ、
穴やな開いてって最後に言うて俺途中では言わへん神様がいるとこかなあー今はね、モスリンさん以外穴を塞ごうとしてもう泳ぐってことですよね。当然泳ぐってことですよね。うそ死んでる。それ穴のドサイモン。次これサイン入れてくださいね。そうですそうです。あの最後の CD と一緒にプレゼントになる、ね、いるかいりませんか分かりませんけどんなこんなのやってるよね。ちびすみちゃんさんこんばんは。ねえ、ありがとうございます。あ、そ、うん、あ、うん、はい、それでは、はい、いきますね。この心理テストで分かるのは、ズバリあなたの結婚観です。へー、結婚観、はい、はい、まず質問1では、あなたが結婚によって何を失いたくないかが分かります。おー、 A の服を選んだあなたは恋愛する自由を失うことを恐れています。あれ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  B の靴を選んだあなたは、いてたな、そういう人、自由に使えるお金を失うことを恐れています。あ、そういう人いてたら PA さんに。 C、帽子を選んだあなたは好き勝手に使える時間を失うことを恐れています。へー、これみんな帽子、まず、あ、違うね、1番から見ていきましょう。服を選んだ方はいないですね。いてないね、うん、屋根裏さん、あそこに屋根裏さんがと博士さんがいます。屋根裏さんと博士さん、恋愛する自由それ靴を選んだのは神さんと大川さん自由に使えるお金を失うことを恐れているということで、帽子を選んだのは北野さん、モスリンさん、佐藤さんは、何や、時間を失うことを恐れています。そう、帽子正解だ。ほうほうほう、それからの、それからの、はい、はい、第2問ですね。では、結婚に問題が起きたとき、どのように対処するかが分かります。結婚に問題が起きたとき、はい、問題が起きたとき、例えばどういうことですかね。どういうことですか。結婚に問題が起きた。新しい恋を見つけた。この間七夕で冷めない恋を冷めない恋をお願いしてたからね。はい。服を選んだの、あ、違う違う。今日徹夜で。今日ちょっとね疲れてるよな。そうです。あ、そうなんや。徹夜なんや。なんかさっきからちょっとね、寝起きなんです。そうです、徹夜で寝起きなんです。間違えてちょっと寝て、なるほどな、ちょっとだけ寝てきたんで割となんか、そうそう、いつもよりなんかね、声も全然出ないし、ちょっと申し訳ない。いつもより計算できてないなって。頭の外が弾いてないな。計算はないですけど、ちょっとぼーっとしててごめんなさい。それも計算かもしれない。違いますよ。まず A、はい、穴を塞ごうとするを選んだあなたは、はい、修復する努力をします。おー、よかった。ご飯回答。 B、 船から降りて泳いで渡るを選んだあなたは、一人で逃げ出す。やってしまいました。やってしまいました。 C、 船頭さんに早く漕ぐようにお願いするを選んだあなたは、自己主張を繰り返します。あー、うわー、なるほどな。モスリンさん以外 A で、モスリンさんは一人で逃げ出す。まさかの。A が正解でした、ここは。ね、はい、それからの、いました、泳ぐ。いてた。泳ぐ。泳ぐか。水泳だから、得意ですね。見まくってる。まあ、穴の大きさにもよるけどね。はい、それからの、はい、質問さんで、うん、あなたがつぶやいた内容は、あなたの結婚というものに対する感想、または結婚したらこう思うだろうというイメージです。へー。じゃあ順番に、農家さん乗せてくれてありがとう、結婚してくれてありがとうってきた感じです。佐藤とおみさんは、あ、面白い、面白かった、楽しい結婚がね、素晴らしいですね。助かりましたね。リアル。永遠の23歳に言っちゃいけない、言っちゃいけない。23歳助かりましたね。終わってくれて
ってくる。これでも、もすみさん、絵に行ってるけど、これちょっと分かれてる。逃げたから、これ。笑ってさよなら。あれあれ、予想外の回答。予想外の回答で。船穴開いてんで。穴開いてんでって意味分からない。ダメ出しするんじゃないですか、奥さんに。ちょっと咲いてる。穴開いてるの見っけた時に穴開いてるって俺は言わないと思うね。あ、あと、え、あとで言う。そうそうそう、その時には言わんと足とかでこうやって塞いでで降りた時に、あ、穴開いてる、最後に、あ、実は開いてたよってことですか。じゃこれ、屋根裏さんが、うん、そうか、何々、なんで、なんで、なんでやねんって、結婚って、結婚なんでやねん。ちょっと みんなこれ 3番みたいな、ツイッター、お疲れ様、大変でしたね、コーヒーに行くさん。お兄さん、お疲れ様。お疲れ様だよな。やった、よかった。痛い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 。え、え、え、助かった。あ、でもみんな普通か、ツイッターなる。帰り方考えようっていう人いた。いたね、ってことは別れ方かな。怖いな、別れ方考えようって怖いな。でもなんか最近あれですよね、こう別れる時に、うんうん、お金の問題とかどうするかとか考えて、そういうなんか証明書みたいなの書いてから結婚するっていうのが流行ってる。嘘やろ、何かそれ。それはね、アメリカのね、そういう著名人の最初にサインして、別れるときは慰謝料もらえます。最初にどうするかっていうのを考えといたら結婚するっていう。なんか実際にそういうほんまに別れるってなったときに、こうすぐにこう長くなくって話し合いとかできなくて、うやむやになんか終わってしまうのがあれ、別れる前提みたいな感じやな。なんかちょっと悲しい。悲しいよな。でもさ、くっついたら別れにいつかね、死ぬ。怖い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 。始めたら終わりが。俺そこ共感せえへんよ。旦那さんだけやで、そこで。ちなみに自分は何やったの？どんなんやったの？私も帽子にして、穴を塞ごうとするで、いいじゃん、そんなん。一言は、あー、やっと着いたーっていう感じで。模範解答やっと結婚できたよ。よけて、YouTube でイメージで。とうとう、とうとう番組中に、ムカつくみたいな。6個は、6個はありました。6個は、え、え、何、10まであるの？10まで5までだと思うんです。10まで、あんまり言うたら怒られる。土地アールさんが、ゆりちゃんいじめんの禁止って書いてくださった。そんな関係ありません。いじめられた方が悪いんです。どういうことですか。この番組にいじめはありません。いじめではありません。いじめですよ、隠蔽と考えて。いじめって何ですか。あかん回答や、それは。プロレスです。プロレスをしてたんです。じゃあ2番いきましょう、はい、2問目いきましょう。行きましょう。あ、さあ、あるで。おしゃれな雑貨さんに、あ、雑貨屋さんに入る。気持ち今日ほんますごいですね。疲れてますね、あとね、はい。おしゃれな雑貨屋さんに入りました。するとそこには特殊加工されたブックカバーが売っていました。それはどんなカバーでしたか。A、破れない和紙で作られたもの。 B、ヒノキを割れないように加工したもの。 C、柔らかく割れないガラスで作られたもの。 D、竹で編まれたもの。特殊なブックカバーです。もう一回 A、割れないじゃない破れない和紙で作られたもの。 B、ヒノキを割れないように加工したもの。C、柔らかく割れないガラスで作られたもの。 D、竹で編まれたもの。え、じゃあ書けねえよな。そうですね、これはさすがに難しいですね、絵は。だから、あの、自分をキャラにしたらこんな感じかな、みたいな。おぉ、あ、じゃあガチャピン書いてください。ブックカバーに絵描いてもらえる。あ、コーヒーニンクさん、ありがとうございます。応援してくださって、ゆりちゃん頑張れって。そう、もうひどいですよね、もっと言って言って。なんて何ですか。何も言えへんわ。この番組にいじめありません。コーヒーニンクさん、すべてわかってるはずや。この番組にいじめなんてありません。いじめってなりません。いや、多分、ね、こういじられたらこう返すみたいな。マジなので。
すみません。計算してないです。40通りぐらいの全部言ってください。パターンがある。屋根裏パターン。屋根裏こう来たらもう一回。用意してみました。コーヒーグループ、北野さんも頑張れ。北野さんはいじめる方ですよ。ね、ちょっとちょっと。ヒューセン、ゲンブリー、イエーイ。どっちの味方なんですか。嘘頑張るわ、あれ。傍観者。惜しいですね、一つ。傍観者。加わらない。おもすびさんも可愛い。頑張ってくださってる。トッキーさん C を割れないガラスで作られたもの欲しいですね。そんなやうん。モフさんこんばんは。あ破れない和紙。モフさん。モフさん初めてかな。ありがとうございます。なるほど。今日も初めての方が多いですね。ありがとうございます。ぜひぜひ参加してください皆さん。それでは大丈夫でしょうか。はい、じゃあせーので出していただきます。せーの、ドン。お、A が多いですね。お、本当だ。うん、あ、で、佐藤智美さんはヒノキで、岡さんがガラス。ヒノキ？あ、え？花粉飛んでる。それ何？ A？ 花粉で、ヒノキ。なるほど。違うで、ヒノキって A じゃないやんな。ヒノキは B ですよ。私もそう A かなと思ったけど、別にヒノキの A なんですよ。そういうことか、そういうことか。はい。それでは参ります。杉じゃないか。ヒノキもありますよ、花粉症。杉があるのですか。このテストでは、うん、あなたの人生の大きな分岐点、はい、あなたに適切なアドバイスをくれるのは誰を診断します。お、A、破れない和紙で作られたものを選んだあなたは人生の教えも大切な恩師からあなたのアドバイザーになるのは中学校や高校時代からお世話になっている恩師。あなたの進路の相談や恋愛話など何でも話すことのできた恩師がいたはず。学校の先生以外でも塾の先生や予備校の先生でも OK。 勉強とともにあなたの将来を一緒に夢見てサポートしてくれた人の存在はあなたにとって生涯良き相談相手となるでしょう。今でも恥ずかしがらずに学校を訪問してみたり手紙を出してみたり電話をしてみると心よく受け入れてくれるはずです。なるほど。Cのヒノキを割れないように加工したものを選んだあなたは、一番あなたを見てきたご両親。あなたの命がこの世に生まれた時からあなたを見守ってきたご両親。もちろん母親でも父親でも OK。あなたが真剣に悩んでいる様を見て相談を拒否する両親などもちろんいないでしょう。的確なアドバイスが期待できます。相談までしなくてもご両親の背中を見て気づくことや普段両親が自分に見せてくれる姿から分かることが多いはず。また逆にご両親にとってもあなたは大切な相談役に。親子で支え合っているという事実が心の支えにもなります。 C の柔らかく割れないガラスで作られたものを選んだあなたは悩むその時々に現れる救世主。あなたのアドバイザーになるのは悩んだその時々に新しく出会う人、再会する友人、または師匠と呼べる人。普段はいろいろなことを相談する友人がいるはず。大きな悩みほど親身になってアドバイスをくれるのになぜかあなたの中で腑に落ちない。そんな時流星のごとく現れた人からの助言から悩みもすっかり解消するでしょう。ぽいな。人生の分岐点になるようなことを親しくない人に相談するなんてと思ってもその人たちはあなたにとっての救世主だと思ってください。そのツッコんでいこうか。流星のごとくはい、そこちゃんと先生の話聞くように、はい、すいません。 D 竹で編まれたものを選んだあなたは書籍やテレビドラマ、ドキュメンタリーなどあなたの悩みを解消してくれるのは人ではありません。本やテレビドラマなどです。または映画や小説などもその分野に入るでしょう。人に相談することによって悩みを解消する人が多い中であなたが悩むほどの内容は人に解説するのがなかなか難しく説明するのも一苦労。そんな悶々とした悩みを抱えたあなたを解決へ導いてくれるのは言語情報です。コンビニエンスストアでフラット立ち読みした雑誌や書籍に答えが載っていることも多いでしょう。以
上です。はい、なるほど。ちょこれ読んで、これ読んで。アントニオヒノキ。オッケー。はい。はい。答え。はい。答えの方行きましょうか。怪我させたかったでしょ。それちょっと。もうちょっと大きい声で読んでみて。もう一回大きい声で。それらしく読んでみて。ニックさんからの怪我。ちょっとしゃくれ気味で言ってみて。ちょっとしゃくれ気味で。勢いよく言ってみて。嫌です、嫌です。元気ですかから。元気ですかから言ってみて。いいですよね、アントニオヒノキ。はい、何思わないことまず A を選んだ方は、マスリンさんと、はい、もう結構 A 多かったんですもんね。多い。は、大切な恩師ということで。とっくにいないけどね。もう今バトンタッチされてるから、ね、てか恩師でしょ。バトンタッチされてるでしょ。もうね、生まれ変わってる。そうそうだね。あ、うまい。うまい。スープ飲んで生まれ変わってるよ。うまいなぁ、浜さん。じゃ頭されてるね、誰かと違って。ちょいちょい楽しいね。楽しいね。楽しくね。アミさんと北野さんは今でも先生と会ったりとかしますか？先生。私はボイトレの恩師がいるので、はい、全部自分も相談してます。いや、俺先生なんて、ほら、なんかあってないさ。うん、全然、うん、でも先生とかと仲良くはなったわ。あ、なんでか知らんけど、うん、あ、でもなんか好かれそうですね、先生が。あ、ほんまに、はい、割と仲良くやってた。でも、うん、でも連絡は取ってないね、どの先生とも。こんな感じですかね。佐藤さんはヒノキということで、ご両親、ご両親に相談されますか？します。うーん、俺もトモチンと一緒なんだけど。トモチンですよね。今なんかさ、いっぱい壁があったところ一気に飛び越えたけど、全然響いてる、響いてる、響いてる、パシッて畑を押さえてヒューってみたいな。トモチンって呼ばれるんですか？呼ばれます。じゃあ友達、じゃあ友達、ね、初めて呼ばれました。はい。D ちゃくさんには何て呼ばれるんですか？友ちゃん。あ、友ちゃん、割と普通なの。同じようなもんじゃん。ちょっと嫌が抜けただけ。頭じゃきたい。今はあれですよね、ご両親とは離れて、離れてますね、はい。頻繁に連絡とか取ったりします？メールが多いですね。お父さんお母さん両方メールされますか？母ですね。変な絵文字をやり取りして。変な絵文字。仲いいんですね。仲いいんです。すごい。それが。いいですね、ご両親ということで。大川さんは、割れないガラスで、悩むその時々に現れる救世主。誰だろう。車です。あれ飛ばされても割れないんだよ。流星のこと。助けてくれたってこと。CC タイムラインも C 多かった。あ、本当ですか。だって珍しいじゃん、一番割れないガラスが。柔らかいでしょ。ちょっと面白そうだなと思って。それでも現実にない素材ってことだろ。あのガラスもさ、グラスパイプの編んじゃえばいい。確かに、うん、あ、網にしちゃえばいい。そうですね、そんな難しくない。なるほどね。確かに。なんか、はい、マミブーってコールかかってますけど、マミブーね。あ、ほんとだ。アミブーアミブーになったよ。アミブー、 M が抜けちゃった。あ、ほんとだ。あ、そういうことか。気がつくよね。屋根裏さんのあれから来たんじゃん。アミブーな。え、あの、あれでしょ、あのブログとかマミドゥ、マミドゥか、ドゥ。よっくんパパも絵文字使うんですか？うわー、使えない。しげるさん、しげるフェイスブックの使いましたけどね。突然、すごいお料理上手なんですね。最近こって本音なんかしないけどさ、あの写真撮るのにね、百均屋行ってなんかあのシートとか買うてくんないで。シートとかそんなこじゃれた皿とかさ、写真用に買うてくんないで。家にあんのに、もうおかげ言っとったわ。ハマったらやんねん、ハマったらとことんやんねんか。そうそうそう、だから料理の写真バンバン上がってる。そうですよね。
いつもね、その何かしらけ和食作んない、作れないんやと思うけど、ケチャップ系が非常に多くて、この間書いた時は味噌汁が飲みたいのに、なんかトマト煮的なものにポークチャップ的なものが出てくる。ケチャップかみたいな。おしゃれですよ。じゃおしゃれイコールケチャップ系。そうそう。一人暮らし始めてすぐの頃。ね、もしかしたら、ね、食いたくねえな。そうそう、もしかしたら今日見てるかもしれないんでね、そろそろ和食に走っていただきたいなと思います。はい、息子さんからリクエストで、はい、ほんでということでしたね。自分も私は D にしました。竹出山愛さんの、でもちょっと寂しい、なんか何書籍やテレビの時みたいに悩みが深い。あのでもやっぱりそうなのな、こっちらに話しちゃってるな、解決するから。そんなことないです。調べるわ、自分で調べるわ。自分で調べた方がみたいな。え、そんなことない。ほら、そんな言われるから言いたくなかった。ねえほら、もう上げ足は取りますよ。はい、今日は2問で、はい、そうですね、1問目は長かったんで。そうですね。はい、これあれ、あ、今日のどうしましょう。今日のもね、今日のじゃあ、このモスリンさんのこれに絡めていきますか。そうです、それにプレゼントの CD に絡めて、今日の一緒にってことですか。そうです、そうです、サイン付き一緒に行きましょうか。面白いですね。今日はすごい、すごいですよ。あの、このモスリンさんが、参加して一緒に作られたというこのモモミカモスリンというこのアルバム、ハッシュタグモモミカ、はい、ハッシュタグモモミカで、あの、はい、応募ということです。うん、後であのね、あの選びたいと思いますので。今の回答のところにはぜひ、はい、サインをして。そうですね。はい、サインをしてください。はい、それでは。はい、皆さん楽しんでもらえましたでしょうか。うん、またじゃあ来週。また来週やります。はい、また来週。はい。そうですね、行きましょうか。誰か行きましょうか。誰か行きましょうか。佐藤さん。佐藤さん行きましょうか。はい。さあ、D 作さんの後輩。トモチンから行きましょう、D 作さん。鹿児島から、ね、応援してくれてる D 作さんを見てくれております。モフさん。あ、ハリセンさん、こんばんは。さあ、ライブ行きますよ、ライブ。さっきのあの、ポエムドショコラの話の、そうやね、それも言っときましょうか。なんですが、はい、皆さんからもらった、そうそう、ポエムドショコラという新コーナーを、ワンフレーズをもらって、それで作ろうっていう感じのコーナーですが、ワンフレーズでも、なんかこう、文でも何でもいいんやけども、それを次、つなぎ合わせて、まあ、メロディーつけてちょっと朗読しようかというような、コーナーでございます。はい、第1回目のテーマが夏の恋ということで、お二人から来てるんで、はい、ちょっと紹介させていただきます。夏まず、のぼさんから、今日のぼさん来てらっしゃいますか。のぼさん来てますよ。あ、ですか、のぼさんから、海岸で見つけた桜貝、初恋の人に届けたくて、素敵キャー。桜貝、いいですね。なんかこの初恋の人とリンクする感じで、素敵。初恋の人に届けたい、おしゃれですね。おしゃれ。まだありますか？あります。はい、博士太郎さんから、はい、結構文章になってます。はい、勇気を振り絞って誘った花火大会。白い浴衣姿で来てくれた君がとても眩しい。花火が開く瞬間、ひときわ輝く君の笑顔。じゃない。ごめんなさい、間違えました。ちょっと間違えました。いや、最初から。ですね。赤き本番さんだ。勇気を振り絞って勇気を振り絞って誘った花火大会、白い浴衣姿で来てくれた君がとても眩しい。花火が開く瞬間、ひときわ輝く君の横顔、思わず見とれてしまう。僕の視線に気づいてはにかむ君にまた心奪われてしまう。夏の恋、妄想してみました。妄想かい。それがやりたかっただけで。ええこと書くなぁ、高橋さんね。いつもそんな妄想してるんですか。はい。ねえ、素晴らしいじゃないですか。でも、か妄想でいいの？妄想で大丈夫。妄想でもいいですよ、何でもね。だって、夏の恋だ。しかし、入江の小屋の陰で抱き合ったね、エロいわ。入江の小屋の陰で。入江に小屋あんの。
ウニトリの骨に発見されたよ。妄想劇場ね。皆さんどんどん、皆さんの妄想を聞かせて、ね、妄想じゃなくてもいいんですよ。うん、ね、聞かせてください。でも何でも、はい、募集しますということで、ね。はい。夏の妄想でいいんだ。はい。夏の妄想ですね。恋ということで。はい。はい、それではライブの方に参ります。佐藤智美さんです。どうぞ。という曲をやります。プロモーションビデオあります。 YouTube で検索、 YouTube で検索、ポップコーン佐藤智美ポップコーン。そうだよ、弾け飛ぶ頭の細胞、刺身になったあの日、なんも見えない、くる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 、ミノムシみたいにくるまってひたすら怯えて、うーん、誰か、ねえ誰か、手を引いて真っ白な世界に連れてって、小さな小指に確かな体温2つ重ねましょう、覚えていてね。君と僕と、君と僕と、ご飯の上にポップコーン、愛情なんてシャボン玉、雲の上にはハートマーク、マイマイの怪獣はもういない、のゲートをくぐる果ては人間大成功、弾け飛んだポップコーン、ハートマークの輪の中にぽつり。昨日夢を見ました。変態サイズ動けない、綿菓子みたいな息が天井へ舞い上がる、胸の上の大きなリボン覚えてないけど、目覚めてみたらまだ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 連れてって、魚に納豆を泳いでいこう、青と黄色と緑とシルバー、グレーゾーンで輝いて重なって弾け飛んだ。やります。FM 薩摩の D サックさんにも何回もかけていただいたりとか、プチアウリルさんだったっけ、プチアウルさん、すいません、にもいっぱいかけていただいてます。この曲は、2012年7月11日にアルバムを、初めての全国デビューアルバムを出したんですけど、それのアルバムタイトルでもあるスーパーヒーローという曲をやります。あなたが私のスーパーヒーロー。「泣いていた、駆けつけてた」
その象さんを描いてくれた鳥屋めぐみさんという方が、うんうん、このお菓子をモチーフにしたアクセサリーを作ってらっしゃって、うん、そう作ってくれたんです。これも本当に映せるかな、映せます、樹脂で固めてあるので食べれるんです、このまま。え、食べれんの？食べれます、このまま。あ、ほんまや、ポップコーンついてるやん。あ、そうか、これだけよくわかったな。これだけあ、取ってくれた。真ん中にポップコーンがね。そうで、何気にクマ、あ、どっか行っちゃった。クマのマスコットもついてて。へえ。そう。クマモンじゃなくて。クマモン。あ、クマモンの回しもね。あ、クマモンついてたらちょっと嫌やな。このクマの。めっちゃ可愛いね。そうなんです。そうなんですよ。今回のアルバムはもういろんな女の子のイラストが、うん、前のジャケットは私もの熊本のアチャムさんっていう可愛らしいイラストレーターの方が作ってくれたりとかで、うん、描いてくれたりとかで。なるほど、はい、あのいいですね。全国の CD ショップで買えますのでぜひお願いします。しますお願いします。はい、はい、大川さんも可愛いですね。おう、うん、いっぱい。というわけで、大川さんのライブに参りたいと思います。はい、大川さんです。お願いします。去年の6月に作った曲で、亡くなった人のことを書いた曲です。聴いてください、フラジール。
しばかり背伸びをして一生懸命見上げていた。そんな私の頭なで穏やかな顔で笑う。同じ呼吸を繰り返してははしゃいでいる。私ください。片思いの曲です。泣き虫コロボックル。目いっぱい叫んでみるの。
としてくれたリンゴめいっぱい空へ掲げて転ぶなありがとう君が笑うとぎゅっと心が痛すぎて私
8月の27日行きたい。原宿のアストロホールさん。原宿でやっていいんだ。マミちゃん。そうだ、永遠の23歳だ。ごめんなさい。どういう意味ですか、それ。いや、どっちかって言ったら山手線の上の方。北区の方かね。菅野は帰り道かな。チャリで行ける範囲。そんなことないじゃないですか。モスリンさんがいてる。そう、モスリンさんがいる。
モスリさん吹いてもらっていいですか？ふるさとで、あのふるさと、ふるさとの頭を、ごめんね。いいフラグですね、はい、これでね、こうやればあの2本指で戻すと「あなたは」
ありがとうございました。母でした。北野さんにもありがとうございました。お父さん、ありがとうございました。好きな歌。ありがとうございます。あのマンミーナがって言われてるで。マンミーナな。ハリセンさんも好きなように呼んでもらってるから。呼び方毎回変わるんですよね。ありがとうございます。アイコンが素敵。ですよね。可愛いですよね。なんか見たことあるのいいよけどな。うん。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。今日は姫路です。あら、姫路なの？あら、そうですか。ご来店ありがとうございます。今日も結構ね、新しい人が多いですよ。はい、今日もたくさん見てくださってて嬉しい。ね、ゆうたんさんですか？あ、アウルさんのところに。ゆうたんさん。そうですね、嬉しい。たくさんの方が見てくれております。ありがとうございます。ライブですな、今日はね、うん、今日もたっぷりですよね。皆さん、あれ、あの新しく来た人も、ハッシュタグももみかっていうのとりあえず入れておいてください。とりあえずプレゼントが当たります。プレゼントがありますからね、はい、セッティングは OK でしょうか。はい、続いてモスリンさんです。はい、お願いします。それではまたサマーソングで夏の風と書いて夏かじ。
ナチカビをお送りいたしました。今日はほとんどの方がオリジナル系で言ってるんで、そんなイメージで曲を続いて。何年前だろう、もう 7,8 年前かな。新聞を見てたら、ありふれた思い出なんてないさって一言コラムに書いてある。それをふっと見て、パッと頭の中に浮かんできた情景で10分ほどできてきてしまった歌です。ありふれた思い出なんてないさ。ありふれた思い出なんてないさ、すべてが輝いてる。あの日の君は僕の中で今も、二人暮らした街のあのアイスクリーム、骨を詰まらせ焦ってたあのうなぎや、チーズを買いに通ったあの小さなマーケット、帰りいつものコーヒー頼んだあの喫茶店、ありふれた思い出なんてないさ、すべてが輝いてる。あの日の君は僕の中で今も、あの緑のキャンパス、坂を下りたどり着いた優しい川の流れ、そっと口づけを交わしたあの静かな公園、たちがじゃれ合ってた丘の上のあの家、ありふれた思い出なんてないさ、すべてが輝いてる。あの日の君は僕の中で今も、いつしか街の姿も変わり、あの店もこの家もなくなってしまったけど、今も街には歌が流れ、人々がさざめく、すべてが輝いてる。あの日の君は僕
ありふれた思い出なんてないそうです。今の歌詞の中に出てきたアイスクリームはいつも女房がジャモカアーモンドファッチ、僕が、あの時はチーズケーキだったな、サーティワンをよく食べてました。31度です。31度です。有名ですよ。抜いていいですか。でも屋根裏さんとテリちゃんさん、ひどくないですか。私寝てませんよ、全然。こんな素敵な演奏聞いて寝るわけないじゃないですか。寝てました。寝てないですよ。ひどい。寝てたっていうのは嘘だね。目開けて思考停止してすごい気に入ってたんですよ、おすりさんの。起きてきてるよ。ひどいひどい。あれ、ヤマトさん、ハッシュタグもみかがちゃんとなってないから、多分もう一回書いた方がいいと思います。ちょっとくっついてるからかな。そうですね、間を空けて、うん、もみかを、感覚スペースを、はい、入れてからももみかで、あのもう一個は好きなアイスクリームできてたんでご紹介したいと思います。ピノですね、もう一個は、うん、ピノも美味しいですよね。博士太郎さんと他3人、ピノ、数年前に毎日食べてた時期があります。一つのお菓子を中毒的に続けて食べてしまう時期っていうのがあるんですよね。あー、わかる、わかりますよね、これ、あれです、どなたでしたっけ、あの、じゃがりこじゃないや、なんやっけ、じゃがりこを毎日食べてる方って誰も聞いてないや。毎日食べてるゲストさんってどなたでしたっけ。いろんな味ね。誰や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 誰棒が2個ついてて、あったあったあった、覚えてるな、あったわ。そんなのがお父さんが食べてたのI'm not afraid to die.
愛の脆さに揺れながら CD 発売するのでリリースパーティーをします。なのでそのライブに出ます。もしよかったら来てください。お時間23時から。遅いな。あれ深夜ライブなんです。うん、帰れないです。帰れない。ただ帰れないって。はい、渋谷で。はい、おっかさんでした。はい、普段は今ライブハウスだけ。どんな感じでやってるの？今結構ご無沙汰やったけど。そうなんです。11月の10日と11日にデザインフェスタっていうちょっと大きなアートの祭典みたいなの、はい、にもう一人ファンタジーポップのシンガーさんがいて、その方とユニット組んで出るので、今ここにも来たアキラさんっていう、はい、あの人が俺デザインフェスのライブで見たんです。あ、本当ですか。で、ナンパしてきて連れてきて。へぇー、ナンパし。ナンパしか。そうなんですね。今ちょっとそれに向けて活動してるので、ライブ減らしてるんですけど。そのおじさんだけは気をつけてください。そうそう、あの人見かけたら気をつけた方がいい。遮蔽物の髪に。遮蔽物の髪に入ったら。一緒にやる子っていうのも同じような感じの。ファンタジーポップシンガーの先輩で。先輩なんや。先輩なんですよ。はい、まあ、ちょっと住み分けは違うですけど、グリムドアとアンデルセンドアみたいな。面白いね。もしよかったら興味本位に遊びに来てください。おー、はい、そうね、はい、なるほど、なるほど、はい、ブログであれかな、ブログで告知していきますので、ふわりサクサク、ふわりサクサク、ふわりサクサク、ひらがなでググってみてください。お菓子みたいな名前ですね。はい、ググってみてください。はい、お願いします。ありがとうございました。じゃあ、トモリン、トモリン、トモチンです。トモチンです。はい、佐藤智美さんです。はい、佐藤智美です。あ、平川さん来てる。2012年7月11日に、初の全国デビューアルバム、ファーストアルバム、スーパーヒーローを出しました。全国の CD ショップで買えますので、どうぞ。5枚デフォルトで購入いただければ。5枚デフォルト結構減りましたね。違う、投票権が入ってるかな。ないんですけど、まあ、単純に嬉しいので5枚デフォルトでお願いします。8月9日にあと代々木ザーザーズーでライブしますので。ザーザーズー、ザーザーズーで、なので9月は、九州、まあ、ツアーというか、9月1日に鹿児島で、9月2日に、あ、鹿児島 SR ホールで、9月2日に熊本ジャンコでやります。すごい。ちょっと地元に帰れます。なるほど。結構地元でもやってるんですか？いえ、初めてですね、今回帰ってやるのは。鹿児島の方も結構見てるんですね。あ、そうなんですね。じゃあ、あれですか、D作さんも久しぶりに見えるんじゃないですか？そうですね、そうですね。あ、本当に何年ぶり？もう卒業して会ってないので。あ、そうなんや。じゃあもう下手すれ
そう初めてそういう個人のライブに来るのは初めて。そうですね。ぜひぜひね。10年近いぶりです。10年近いぶりです。はい、あそれもぜひぜひ。はい。じゃあもう分かんないじゃん。だって今見てたよ。面影がないと思った。すれ違うな。D作さんわかるけどね。D 作さんね。D 作さん一発わかるけど。10年とか言ったら年齢がバレるからあんまり、まあ、言わない。自分で言いましたけどね。その時永遠のってつけた。永遠のとかね言うてる人がいますけど、ね。得意な人がね。ね。でまあ原宿よりすぐ巣鴨ということでね。ブログとかなブログあります、はい、佐藤ともみカタカナで検索していただければ出ます、はい、ライブ情報も載せてますので、はい、ぜひお願いします。ぜひご覧ください。お願いします。お願いします。そして長谷川真美さんお願いします。はい、長谷川真美です。なんかおとなしいなとかすごい言われてるんですけどさんにおとなしいんじゃない。おとなしいだって、ナモがいないとこんなもん普通の人ですか。普通です、普通です。安がいるわけ。そう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 。告知なんですけど、今週の土曜日に、埼玉県の朝霞市の祭りにちょっと出ます。コンテストみたいなやつで、それがですね、ASK24 かな。何ありそれ。何ありそれ。何それ。何者の意味なんで。ASK 何朝か、秋葉じゃなくて朝か。やっちゃったか。やっちゃったパターンこれ。KNU じゃなくてよかったね。でも48人揃わなかったパターン。半分しかいなかったみたいな。朝かそんないなかったパターン。朝かばかりすんな。そうで、そこ の, コンテストみたいなやつで、最終選考残っちゃいまして。すごくないですよ。で、朝がバカにしてない。ちょっと朝がバカにしてない。24人しか来なかったね。なかなか24人の。ひどいわ。で、それで、パフォーマンスをして、で投票で、優勝が決まります。優勝すると賞金5万円。マジで？すごい。そう。みんなの優勝しなきゃ。それで、どんだけバカ。何人連れてきたの。どんだけ湧くか。これほら新座ですぐ近いから。そうですよね。みんなで行ってみんなでね。みんなでそうですね。北野さんが奢ってくれるそうなんで。足りない分。足りない分は。5万円としますけども。5万円やったら大体いけんじゃん。大体いけんじゃん。5万円が。いけないよ。ゼロ足りないよ。あ、そう、浴衣着ようかなと思ってます。そう、お祭りだから。でもね、本当にちょっとしか出ないんで、それは置いといて。で、あと、12日が日曜日かな、渡辺優くんっていう渡辺優がワンマンライブやるんですよ。で私前座で歌います。結構な時間歌いますんで来てください。あと、まだまだありますけど、あと北野さんと、8月の27の月曜日に原宿のアストロホールで歌わせてもらいますので、北野さんにはギターサポートしてもらって、はい、ぜひアストロホール結構いいところなんで、ぜひお願いします。よろしくお願いします。どうですか？すごく AKB みたいに踊ったりとかして普通に知り合いただ踊るといや、踊るかもしれない。踊るんじゃない。でもやったんですよね、和歌山ライブ。やらされたんやらされたんや。ミニスカかなんか履いてみたいですよね。やらされたんや。あれ、今日やんのか。やらへんわ。二度とやれ。なおいないとできない。二度とやらへん。もう絶対やらへんからね、そんなん言うても。あれでもさ、ちょっと忘年会。やらへんって。忘年会で。やらへんって。ガリガリ恥ずかしかった。この番組でもなりきりをやりましょう。やれへん。やりましょう、やりましょう。やれへんよ、もう。で、ほら、なりきりのゆりちゃんも結構。一緒にやるんで、じゃあ一緒に踊りますよ。踊るか。絶対かわいいよ。絶対かわいい。やってほしいわ。人が可愛いと思うんで。いや出落ちするところがちょっとクスクスと笑われる。はい、というわけで長谷川さんの、はい、ありがとうございます。続いてモスリーさんです、はい、お願いします、なんか被ってますね。同じく4日にアースカフェです。今回はね、夕方の6時45分ぐらいから、空の魚、ちえさんってあの、
秩父の方で活躍している女性と一緒にやります。で、同じような話で12日合わせちゃおう、ね、これはね、あの延山天文台の前で完全アンプラグドで、あの照明もなしでのちょっとあの演奏会で、あのペルセウス座の流星群のちょうど極大日なんで、流星を見ながら音楽を聴こうという、そういうのにちょっと出てきます。まあ、あのあと実はちょっと遡って4日5日とね、あのうちの方も地元で若者が祭りを通じて被災地支援をやろうって言って、福島から高校生たちが14、15人やってくるのかな。でその子供たちに花笛を教えて、5日の夜に花笛でみんなで大合奏して音楽会をやろうぜって言ったんですね。そして14日池袋りんご屋、19日あ、これ北野くんも今度やるんだね、あのバーやや恵比寿のやつから、23日にまたアースカフェ、こっちはオープンマイクです。それから25日上尾の文化センターで、あの新垣勉さんって、あのテノールの盲目のテノール歌手の方、あっち50万俺5万この差は何だっていう出演料の差が10分の1リアルですけど、何ですかこれ、リアルだ。 そんなようなのがちょっと、ございます。でもやっぱり10分の1ってのはな、やっぱ知名度の差ね、これがね。マミちゃんも5万取れるしね。え？あ、そうね、5万取れる賞金ね。そう、飲み代、飲み代で消えますけどね。ね、賞金、あ、取れやんかったらみんな下打ちして帰る。マジか。ひどいわそれ。それまでみんなうわーってやってる。以上でしょうか。はい、はい、ございます。お願いします。私もかぶってて4日なんですけど、かぶせてけ、はい、4日の、武蔵小山のパルム商店街っていうところでパルム納涼市が、夜、うん、夕方の4時から8時までありまして、でその中で、ライブがありまして、そちらに出演させていただきます。1回、第1回、第2回、ダンサー、ダンサー、ダンサーね、ダンサー、1回、2回、ダンサー、1回、1回、2回、3回ってありまして、全部、出させてもらいます。ダンサー出てるの？ダンサーじゃないです。ダンカー？ダンカーじゃないです。ダンカー出てる、ダンカー出てる、ダンカー1曲ずつなんですけど、ぜひお近くの方は遊びに来てください。で1回目のステージが4時からで、2回目が6時から、3回目が7時15分からです。もう段階しか入ってけへんわ。4日なんですが、ぜひ遊びに来てください。懐かしいな、段階ってな。はい、はい、そこ広げるの。はい、僕は今週の木曜日2日にモスリンさんに紹介してもらったバーヤヤっていう恵比寿のところで初めて歌ってまいります。7時半からトップバッターで歌います。で、とりあえず以上ですね。あれですかね、パーマーがちょっと評判悪かったのかな。最近爽やかに、でも暑いからさ。別にパーマー評判悪かったというわけではないんですけど、まあ、あの夏やし、いろうかなみたいな。すっきりしてよかったですね。ヒギの、じゃあ…あ、音楽しちゃう。もうよ。今日こんな感じで、じゃあ、お口終わりにしたいと思います。じゃあ、TL さんに挨拶します。じゃあ、僕読もうか、今日は。はい、お願いします。今日もたくさん来てくださってありがとうございます。はい、ね、ちょっと最初の方もね、ちょっと読み方があんまり分からない、カジボドンさん、カジコさん、ありがとうございます。アルさん、本当にありがとうございます。ホヒニクさん、ありがとうございます。マリパパさん、ありがとうございます。ウーさん、ありがとうございます。ノボさん、ありがとうございます。マキチさん、ありがとうございます。モエさん、ありがとうございます。リーサクさん、ありがとうございます。ムツゴロウさん、ありがとうございます。チビスミちゃん、ありがとうございます。チャンサネさん、ありがとうございます。トッキーさん、ありがとうございます。モエさん、ありがとうございます。たまちゃん、ありがとうございます。ひらばなさん、ありがとうございます。ハリセンさん、ありがとうございます。ゆうたんさん、ありがとうございます。以上の方、はい、皆さん、本当にありがとうございます。
え、もし読み忘れがあったら申し訳ございません。屋根裏さんが博士さんの、ありがとうございます。あ、それもう、てるちゃんさんさん、スタッフ役やから、皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございました。皆さんありがとうございます。TL の皆さんに向かって、そうですね、なんか一言ちょっとメッセージをいただけますか。大川さんからお願いします。あ、ブログ見に来てください。ふわりサクサクふわりサクサクです。遊びに来てください。ありがとうございました、本当に。はい、またまた来てくださいな。車に気をつけてな。気をつけます、本当に。さっき怖くて黒い車教師。黒い車。そしてともちん、はい、初めて出させていただきました、はい、ありがとうございました。はい、あなたが私のスーパーヒーロー、またお願いします。うん、そしてまみさん、はい、今日もありがとうございました。あまり、タイムライン絡めなくてすいませんでした。私こんな感じです。はい、そう、あの騒がしの生の時だけなので、お願いします。本当今日はありがとうございました。マスリンさん。はい、今日はどうもありがとうございました。また来月も参ります。はい、毎週皆さん、今日みたいにね、皆さんいっぱいできて楽しんでいただけるといいかなと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。また来月は花火教室の復活ということで。はい、そうです。謎の新入生がっていう噂もありますので、お楽しみに。はい、てるちゃんにじゃあ首繋がったってこと？はい。ああ。あと一ヶ月で決める。はい。じゃあプレゼントのあれかな。ね、そうそう、今日はプレゼントがあります。はい。先ほどのそうそう、ももみかさん、ももみかっていうので応募してもらった人に、このモスインさんが、参加してる一緒に撮ったというですね、この6曲入りですか、はい、6曲入りの、アルバム、お1枚、それと、先ほどの心理テストの皆さんの回答、はい、サイン入りということで、一緒にプレゼント回答用ということで、はいはい、応募しますか皆さん。はい、まだ間に合いますよ。あんな髪切れ今、あんな髪切れと言ってしまったことがありますね。発言ですよ。いいじゃないですか、愛がこもってたら。そうだな。そうですよ。23歳の発言ではなかったね。23歳と何十何ヶ月23歳で6年で言っちゃったね、今ね。はい、じゃあ番組告知をさせていただきますね。すごいアップちょっと嫌やな。クラブパルヘジアは毎週火曜日夜8時から西武新宿線伊予見駅南口徒歩すぐのチャイナスクエア中華料理屋さんにて配信しております。観覧無料でワンドリンク500円です。中華料理屋さんみたいなライブハウス、ぜひぜひみんなで遊びに来てください。お願いします。ライブハウスメインなんだね。やっちゃったね。今日とか特にいっぱい聞けましたもんね。楽しかった。皆さん、もう10時半過ぎちゃってるわね。30分して、ね、2時半番組になっちゃってますけど、ね、わお、ね、これだけみんなで歌っちゃうとしょうがない。そうね、今日はちょっとライブが、ちょっとねメインだったんでね。ちょっと皆さん最後までお付き合いありがとうございます。580ヶ月すごい。よう計算したら今じゃね1歳とさあじゃあはい、なんで平村さん、なひより、ありがとうございます。ジェラジェラタイムにしましょうか。うもう締め切りね、ほんならもう締め切りました。はい、締め切りましたよ。ご応募いただきましたかね。見えてない、全然まだ見えてないです。あー、ってこれが何か、ね、これ告知しときます。じゃあ、ジュリちゃん、じゃあ、佐藤智美さん、ストップ。トイレ？ストップ。ちょっとすごい白くなってる。白くなってるけど、あの気にしないで、当たった人が見え、全然見えてない、全然見えてない、見えてない。あ、佐藤智美さんだ、トイレ流れる音かと思った。それ屋根裏さんが遊んでるだけ。あれ、ワリパパさん？あ、ワリパパ。ワリババさんです。おめでとうございます。
は豪華で撃たれた。あ、トリクル、トリクル今日はすごいね、豪華になったね。そう、今日豪華、ね、もう CD 付きましたよ。アリパカさん、おめでとうございます。マジですよ、マジですか。よっしゃ、はい、じゃあ、アリパカさんにね、プレゼントしたいと思います。まだ名前がいただけるようなので来週も引き続きということでね、ありますが、はい、お楽しみにということで、楽しみですね。はい、じゃあ最後にいきましょうか。はい、はい、じゃあパルヘジアのポーズをやりたいと思います。右手が棒で、はい、左手が輪っかで、向こうから見て P を作ってください。で、あちらのカメラに向かって、それでは来週もクラパルヘジアっていうので、パルヘジアって出してください。それでは、皆さん今週も本当にありがとうございます。それでは来週もクラブパルヘジア。ありがとうございます。本日のゲスト、大川ちゃん、佐藤智美さん、長谷川真理ちゃん、モスリンさん、ありがとうございました。来週のゲストは矢田子さんと花さんです。ぜひぜひ見てください。なのにも簡単じゃない。真っ暗な部屋について電気の代わりにパソコンをつけろ。火曜日の夜、クラブパルヘジア、クラブパルヘジア、笑顔を見つけよう。オリジナルの笑顔をハンドメイドしてくれ、クラブパルヘジア、クラブパルヘジア。オリジナルの笑顔、僕だけの笑顔を見つけよう、見つけよう、見つけよう、見つけよう。また君を思い出してた、八つ当たりした壁の傷を
そっと指でなぞれば夕なきテレビはつく自分のことくらい自分でしてよ私だって暇じゃない思い返せばあの頃から何か違ってた名残風とこれからの風がぶつかるその狭間で風は止んだ君のことを映すこの夕なぎテレビは二人の再放送ばかり流れている立ちすくむ僕を少し今が急かすけどまだ風は吹かないまま片方だけうなだれたカーテン君が力任せに締めてレールを外れたその姿に僕らを重ねた僕に選ばせた香水の匂いがもうあのクローゼットからも消えかかってる風が止んだ日からこの夕なぎテレビは二人の未来だけ映らないままでまた一人暮れてく僕は君を探してスイッチを入れてしまう君のことを映すこの夕なぎテレビは変わらず再放送ばかり流れてるけど枝分かれた未来へと続いてく今をいつかは映すのかなに
踏みつぶされてもまだきっと大丈夫だと思ってる不思議な一人年々重たくなる夢をノイズだらけの空に押し上げながらみっともなくしがみついた手をそれでも離せないでいる してこの街でいるってだけで明日が動くと思ってたのかな見栄を張り合うビルの背でこやけた夕日がまた一人で沈む槍に蹴られ這いつくばった吸い殻まみれの地面もしかしたらを探して往生際悪く引っかかった手をそれでも握りしめている一人でいるってだけで助けてくれると思ってたのかなガード下ではひっきりなしの電車の音が夢から覚ます してこの街でいるってだけで明日が動くと思ってたのかな見栄を張り合うビルの背でこやけた夕日がまた一人で沈む飽きする日々にまだ馴染めないでいる先を急ぐ都会の靴底から分かって遅れを取りながら空に押し上げながら